皆さん、こんにちは。今回は元光源氏の諸星和美さんについて、激痩せや薬物疑惑、歴代彼女や結婚についてまとめていきたいと思います。まずはプロフィールから見ていきましょう。1970年8月12日生まれの静岡県出身で、身長169センチメートル、血液型は A 型です。中学2年生の時にジャニー北川さんにスカウトされ、1986年にジャニーズ事務所に入所しました。当時は芸能界に全く興味がなかったそうですが、ジャニー北川さんの熱心な説得に負けて入所を決意。それが芸能界入りのきっかけだったようですね。そして1987年8月19日に光源氏のメンバーとしてデビュー。デビュー曲のガラスの10代は大ヒットを記録し、社会現象を巻き起こすほどの人気となりました。以降もパラダイス銀河やスターライトなど数々の名曲を生み出しています。光源氏は1980年代を代表するアイドルグループとなりました。そんな光源氏も1995年に惜しまれつつ解散。諸星和美さんはジャニーズ事務所を独立し、個人事務所株式会社ゴールドラッシュ K を設立し、ソロ活動を始めます。グループ解散後はソロ活動を開始し、ソロデビュー曲横浜銀蝿はオリコンチャートで1位を獲得するなど大ヒットを記録しました。その後もゴールドラッシュやビートラッシュなど数々のヒット曲を生み出しています。2001年5月には渡米し、アメリカの永住権であるグリーンカードを取得しています。諸星和美さんは英語が堪能だったことから、アメリカでの音楽活動を本格的に始めたいと考えていたそうです。実際にアメリカでもライブ活動を行っており、現地のファンを魅了していました。最近では元光源氏のメンバーと共演することも増えてきました。解散から20年以上が経った今でも光源氏への愛は根強いものがあります。そんな諸星和美さんですが、ここ最近では激痩せぶりが心配されています。ブログにアップされた写真では頬がこけていて心配になるほど痩せ細っていました。ファンからはこんなに痩せてしまって大丈夫なの、健康に気をつけてほしいといった声が上がっています。この激痩せぶりから薬物使用の疑惑も浮上しています。確かに薬物使用者は痩せ細ることが多いですからね。またイベント出演時の話し方がおかしいとも言われており、まるで薬物を使用しているかのような印象を与えてしまったようです。ろれつが回っていないように見えたそうで、ファンを不安にさせてしまったとか。さらにやたらと薬物事件について話すことが多いとも指摘されています。そして最も影響が大きいのが、光源氏の元メンバーに覚醒剤を使用して2度も逮捕された赤坂明さんがいること。身近に覚醒剤使用者がいることは、簡単に薬が手に入る環境なのではと思われてしまっているのも原因のようです。芸能界の薬物事情に詳しいことから、自らの経験を交えて話していたのかもしれません。ただあの激痩せ写真はアプリで加工されたものだったようで、肌の黒さも日焼けが原因だと考えられます。諸星和美さんはゴルフや乗馬、バイクなどのアクティブな趣味を持っているため、それらを楽しむ中で日焼けしてしまったのでしょう。アウトドア派の諸星和美さんらしいエピソードだと言えます。痩せた原因としては、多忙なスケジュールが影響しているのかもしれません。歌手活動に加え俳優業もこなす諸星和美さん、テレビドラマや舞台にも多数出演しており、その演技力の高さも評価されています。多方面で活躍する諸星和美さんだからこそ激務になってしまうのかもしれませんね。実は諸星和美さんはもともと細身の体型だったそうです。光源氏時代からスラッとしたスタイルが印象的でした。年齢的なこともあり、昔ほど太りにくくなっているのかもしれませんね。次に諸星和美さんの歴代彼女についてまとめていきます。諸星和美さんは2013年のテレビ番組で、18歳の時に結婚を考えた元アイドルの彼女がいたことを告白しています。その方の名前は明かされていませんが、スタジオ内でその名前が明かされると驚きの声が上がったそうです。番組スタッフも思わず「えっ!」と叫んでしまったとか。
それだけ衝撃的な告白だったのでしょう。また諸星和美さんの辞書では15年間も交際していた女性がいたことが明かされています。15年という長い期間ずっと一緒にいられるパートナーがいたなんて素敵ですよね。諸星和美さんは他の女性と遊びながらも最後はその彼女の元に帰っていたそうです。遊び人のようでいて実は一途な男だったのかもしれません。一体その女性は誰なのでしょうか。気になるところではありますが諸星和美さんは明かしていません。ただファンの間では様々な憶測が飛び交っているようです。まず噂になったのが工藤静香さんです。諸星和美さんと同じく1980年代後半に人気絶頂だったアイドルですね。当時トップアイドル同士の交際が報じられれば世間は大騒ぎになったことでしょう。しかし周囲が許さなかったのか二人の交際は実現しなかったようです。ただ諸星和美さんはおにゃんこクラブの20から30番台のメンバーとほぼ全員と関係を持った疑惑があります。おにゃんこクラブといえば工藤静香さんも所属していましたからね。当時は二股や三股以上が当たり前で一部では365股とも言われるほど遊んでいたそうです。アイドルとしての人気を利用して女性を口説いていたのかもしれません。その中には工藤静香さんも含まれていたのかもしれません。実際工藤静香さんも諸星和美さん以外に少年隊の植草克秀さんや田原俊彦さんなどと浮き名を流していました。アイドル同士の恋愛は世間の注目を集めること間違いなしですからね。諸星和美さんと工藤静香さんはかなり噂になったようでジャニーズファンからのバッシングも多かったとか。当時はファンにとってアイドルの恋愛は許せないことだったのでしょう。次に本田美奈子さんとの熱愛も報じられています。二人は1990年に週刊誌フライデーでスクープされました。朝帰りする姿を撮られてしまったようで交際を認めざるを得なくなったとか。諸星和美さんが住んでいたアパートから本田美奈子さんが出てきて同じ車に乗り込むところを撮られたそうです。まさに現行犯逮捕といったところでしょうか。破局理由については諸説ありますがジャニーズ事務所が交際を許さなかったという説や諸星和美さんの女遊びに本田美奈子さんが愛想を尽かしたという説もあります。人気アイドル同士の交際は事務所にとっても頭の痛い問題だったのかもしれません。諸星和美さんは本田美奈子さんのファンクラブにも入会していたそうで結婚まで考えた女性の候補としてよくネットで名前が挙がります。他にも飯島直子さんや酒井紀子さん、稲森泉さん、浅香唯さんとの疑惑もあったようです。次々と美女との交際が報じられる諸星和美さん。当時はアイドルとしての人気も絶頂期だったことからモテモテだったのでしょう。そんな諸星和美さんですが最近ではぶっちゃけトークを披露することが増えてきました。アイドル時代に落とせなかった女性がいたそうで、それは民進党の党首を務めたこともある蓮舫さんだったそうです。諸星和美さんも意外な一面を持っているようですね。次に諸星和美さんが結婚していない理由についてまとめていきます。諸星和美さんは過去の出来事がトラウマになっているからだそうです。25歳でグループを解散した時いろんな人が去っていったことが大きかったようです。昨日と今日で周囲の環境が変わってしまいそれがとても辛かったそうです。そのため交際しても女性が去っていくのではないかという不安から結婚どころか恋愛さえできなくなってしまったとのこと。ただ2011年のイベントでは必ずしも結婚を諦めたわけではないコメントをしています。41歳で結婚に気になっているものの相手があってのことだから難しいと冗談交じりに語っていました。独身貴族としても知られる諸星和美さんですが結婚願望はあるようですね。しかし2015年には結婚を考えていないと発言、一人の方が良いとも話していました。諸星和美さんらしいクールな発言だと言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は元光源氏諸星和美さんについてのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。